はい、佐藤選手です。よろしくお願いします。お願いします。では、今日の大会を振り返っての感想をお願いいたします。今大会はもう本当にただ勝ちたい勝ちたいでずっと練習してきたので優勝っていう結果を残すことができてすごく嬉しいです。ご質問をよろしくお願いします。この大会あの全日本大会の時は、はい、1年半ぶりの試合でしたけど、はい、今回は、まあ、1回試合を挟んでということで、はい、調子コンディション自体はご自身の中ではかなり上がっていたんでしょうか。そうですね、その試合感覚はあまり気にならなかったので、はい、ワールドカップ以来約やっぱり嬉しいです。決勝の相手が庄司恵美選手で戦ってみて、印象はいかがでしたでしょうか。今回3回目の対戦で、前回が5年前にやってたんですけれどもずっとやっぱり勝ちたいっていう気持ちがすごい強く今回はその気持ちも前に出て自分自身の中で調子も良かったのでいけたのかなと思っています。庄司選手はまあほぼ同年代といいますか、はい、まあ、こうずっと切磋琢磨してきた中だと思うんですけれども、その庄司選手とこの大きな JFL 大会で決勝を戦うということに関しては何か気持ちの面でこうどんなことを感じましたか。気持ちの面、まあ、結構こう10代の選手とかもたくさんいた中で、まあ、ずっとこうライバル庄司選手と、まあ、決勝で戦うというのはどんな気持ちなのかなと思います。はい、やっぱり、新曲新で決勝ができたこともやっぱ自分の中ではすごい嬉しかったです。はい、10代と見れたのはもうちょっと頑張りたいなとも思いました。やっぱりその新世代の台頭っていうとあの、まあ、女子の選手の中では、まあ、どちらかというとベテランの方に分類されるかなと思うんですけど、その10代の選手とかの台頭というのを佐藤選手の中ではどこをどんな気持ちで受け止めていたんですか。やっぱり若さもありますしスタミナ、スピード、すべての面では自分よりもすごいありますし何よりも元気があってっていうのがすごい意識してたのでそれ以上のスタミナをつけるであったり自分が経験も含めそういうのも含めて試合で出していかないといけないなとは思っていました。今大会の、まあ、優勝できたの勝因としてはどの辺あったんでしょうか。やっぱり全日本の負けはやっぱすごい悔しかったですしそこからトレーニングして走り込みなどまた一から自分自身見直すことができたのでそれのトレーニングの成果が出たのが良かったかなと思ってます。決勝戦以外で印象に残った試合はありますか。久保田選手との準々決勝です。その久保田選手との試合は最終延長までもつれる激しい試合だったんですけれども戦ってみていかがでしたか。体幹が安定してるのですごいパワーもありますし対策をしないといけないなと思ってたんですけれどもやっぱりやってみるといざ自分自身も崩されたくない部分もあったので真っ向勝負で今回勝負させてもらいました。昨年 JFKO には出場されなかったので、まあ、今回が初の JFKO の大会だと思うんですけど実際この大会初めてこう出場されてどんなことを感じましたか。そうですね、反則とかにはすごい結構注意して今まで練習してきたのでそこはあとは旗がどのように上がるのかっていうのはその試合前見てっていう感じで勉強してどういうふうに組み立てていくのかっていう感じで考えてました。今までも数々のワールドカップ3連覇をはじめ数々の勲章がありましたけどこの JFKO の優勝っていうのはそれだと、まあ、比較はできないと思うんですけど、はい、まあ、いろんな実績がある
すべて一緒ぐらい嬉しいです。どうございますか。大丈夫ですか。皆さんも大変でした。ありがとうございました。ありがとうございました。